なたってば、よだれ垂れてるじゃない。まったくしょうがないわね。ティッシュティッシュ。えいっ！うわっ、のぞみ！写真撮るなら撮るって言いなさいよ！いきなりシャッター押されたら、ポーズが撮れないじゃない。いいよ、撮らなくて。カメラ目線の綺麗な写真ばっかりじゃつまらないよ。せっかくの旅行なんやから、面白い写真も撮らないと。確かに、バリエーションは欲しいよね。ああ、起きたの？うん、本当はもうちょっと前に起きてたんだけどね。ニコちゃんが口元拭き始めたから、タイミング逃しちゃって。ニコっち、お母さんみたいだったよ。誰がお母さんだっての？カナタも、起きたならいつまでもムニャムニャしてないで、さっさと目開けなさいよ。起きてから30分間は、体を活動モードにするための準備時間だから、動くわけにはいかないのでーす。そんなの起きてるって言わないから。あと寝顔を撮ってないのは、ニコッチだけやね。だけ？ああ、やけに静かだと思ったら、しかも花丸も雫も寝てるのね。今日はみんな早起きだったからね。ニコッチも眠かったら寝ていいよ。写真もちゃんと撮っておくから安心して。全然安心できないんだけど。だいたい寝顔ならのぞみ、あんただってまだ撮ってないでしょ。いいわよ、寝て撮ってあげるから。本当？じゃあお願い。え、ほい。なっびっくりニコッチいただきました。どれどれ。おお、お目目まん丸で口も半開き。あんたたち、ニコちゃん、静かにしないとチカちゃんたち起きちゃうよ。面白い写真、この後もいっぱい撮れそうやね。